どうも。どうも豆鉄砲です。ごひいきにお願いします。お願いしますね。うん、チューっていいですよね。どうした急に。チュー。そう、何がいいって、うん、言葉がいい。言葉が、うん、うんうんうん。皆さん、あの、チューの語源って知ってますか？語源、チューの語源は、うん、その言葉の通りこうチュって口づけをするこの擬音から来てるんですよね。そうなの、うん、知らなかった。それはこれがすごい。すごい。何がすごいかというと、うん、チューって言った口のまんまチューができるようになってるんですよ。あ、確かにすごいわ。これがすごい。うん、ただ、うん、一つだけ欠点があって。欠点、うん、なんだそれ。舌が入れられないんですよ、ね、気持ち悪い。気持ち悪いぞこれ。舌が入れられないんですよ。何言ってんだお前は。それ舌が入れられないんだよ。舌が入れられないんだよじゃなくて。わかります？皆さんなあ、あのチューってやってもらったらわかると思うんですけど。やらせんなそんなこと。唇がこう尖って歯が閉じるんですよ。おい、いや、ちょ、皆さんやってみてください。やらせんなって。うーうーって、うーってね。はい、はい、やってくださいね。はい、じゃあ行きますよ。え、せーの、マスクオープン。ダメダメダメ、バカ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 。こんなことでお客様を危険にさらすなよ。気持ち悪いんだからせめて怒られないでくれ。見せてくださいなあ。おい、やめろ。おい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 、埋まっていってる。お前の舌だけ泥沼になってんのかなあ。もういいから。でも、あの、僕が今置かれている状況っていうのはまさしく泥沼にはまっている状態で。なんだよそれ。僕はこれから皆様がチューからディープキスにスムーズに移行しやすくなるために、チュウーの後にちょっと口が開いて舌が自由に動くような発音を足して、チューに代わる新しい言葉を探し出す無限に続く旅の最中なんだ。本田劇場に寄らないでくれない？どこを探してもない、ここにはないよそれ。ないから。仲間にならない？ならねえ、ならない。俺は、いや、なんかさ、さっきからさ、すげえ人事みたいに聞いてるけど、これ人事じゃないからね。え、いや、我々芸人も、うん、あの、なんか、周りの空気とかノリでなんかチューしなきゃいけなくなる場面とかあるじゃんか。まあまああるけど。何それ。いや、そういう時も、うん、俺がその言葉を探し出して世の中に広めることができたら、うん、ここの間でディープキスができるわけなんだよ。したくないんだわ。したくない、うん、よりしたくないから。できるってことなんだ。で、してんのかお前は。いや、したくねえよ俺だって。したくねえけどさ、うん、もうこの感じしなきゃしょうがねえだろ。なってねえよ。なってない、なってない。しなきゃ終わんねえだろ。なってないから全然。え、何言ってんだお前さ。なってないから。いや、マジでちょっとさすがにごめんなさい。なあ、さすがにそれはあのちょっと厳しいんで、あの、うん、裏でするんで勘弁してください。裏でするのが一番意味わかんねえだろ。やらねえよ俺。あれ、ちょっと待って。何、チュ、あ、まさかお前思いついた。チュえ、チュロス。いや、あ、これ違うな、これ違うわ。おめでとう。あ、それでいいじゃん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 。どうもありがとうございました。